はいどうも皆様、はじめましてこの始めまして、ネクストレベルの面白いです。今回はミオシンク、お前や、普段はリズゲーと言ったら俺はまあ、プレイ動画で、ね、やってるんですけど、今回はまあ声を揺れてるんです。まあちょっと声は、喉が、てかまあ風邪かインフルかわからないんで、ちょっとこんなんですが。まあミオシンクさんの方で、ついにプレイステーション4版と、プレイステーションビータ版が、発売が、まあ、決定らしいんで、まあそれを祝いしてね、まあやっていこうかなということで。で、現在、Android 版公式 Twitter には、バックスーンって書いてあるんで、まだちょっと一時的にないみたいなんですけど、iPhone 版では現在新曲の、ハウスプラン、インフィニティ、Makes Me、読めないな、Wonder、R あるかこれ。まあちょっと字が被ってて見えないんですけど、まあ3曲が追加されて、Android 版まだ消してないんですけど、まあ俺も買う、ね。こうプレフォーとビータで帰ってくるんでね、まあ動画作りたいんで、まあその前にじゃあそのアンドロイド版とこれが帰ってくる前にじゃあ好きな曲をやっていこうということでね、まあダメだ、これこの投稿自体がちょっと待って鼻が12月27日でまだ昨日上がった前の情報なんです。で、今日がまあ12月の、あ、違う、1月28日で、1月27日で、まあね、比較的新しい情報なんで、まあ今回は極力、普段はやらない、喋りながらね、まあプレイしていこうかなっていう。でね、俺のツイッター見てる人はわかるけど、スマホのリズゲーやってるけど、最近全く、このコントローラーのリズゲーやってないから、ちょっとね、まあミューシンクさんの公式ツイッターにはちょくちょく俺のカウカウカウとかいろんな動画がリップとかくらって、まあどうなんだろうね、入ってるけど日本人が見てるのか怪しいけど、なんか全然見えねえ。上の5センチぐらいしか見てないです。はこの曲めっちゃ好きなんだ。そういや、ミオシンさんも何かアップライダーだったかな、なんだか忘れたけど、別のリズゲーとコラボみたいな、確かまだベータ版でリーマニ風のやつだと思うんだけど、まだリズゲーっていうリズゲーが全然見えないからすごいよね。これシーズンバックでもさ、アンドロイドの向こうだったら笑うけど、最悪。もうこの曲いいよね。まあ、いつ発売なのかがまだ書いてなくて、クロスバイって書いてあるだけなんでね。でも12月の頃には Twitter で完成みたいなのがあるので。公式 Twitter を見る限り、比較的韓国の方なのかな？韓国語から和訳してるのがよくあった。まあ向こうで
向こうがメインのゲームですからね。で、これ、今俺がやってるリズムゲーム、ザイオンっていうのに参加してたりとかして、まあ向こうでは多分有名なアーティストさんなんだと思います。これとかね。4曲ぐらいやって終わりにするか。ああ、ダメだ。いやー本当にね、最近公式のリズムゲームのあれからフォローとかちょこちょこもらっててありがたい試合ですよ。この曲をフルコンの動画上げたいんだけどね、フルコンできるのが 2,3 回なんだよね。アケコンとかなんかキーボードやりたいけど見ることだし、もうこれやりすぎてビータのボタンぶっ壊れます、ね、で、そのプレフォー版と、まあ、ビータ版なんですけど、ちゃんとこのプレステーションモバイルじゃなくてアプリとして、まあソフトとして配信されるみたいですね。日本で出るかは分からないけど、ダウンロード専用なのかな。そしたらまた買い上げかんと思います。どれやろうか。これ結構好きなんだよな。これもちょっと好きだから、次のラスト位置はちょっと決めてるんだ。比較的俺の好きな曲選んでるだけなんだけど、何曲ぐらいになるんだろうね。シーズンバス出してくれると嬉しいんだけど。
コンの方で、ナオコンとか人気あるんで。アンドロイド版はいつ復活なのか、個人的には早く復活してほしい。俺もインフィニティやりたい。契約しよう。全然だな。だって3000でしょ。1991で次新しいランダ譜面やりたい。って打つよ。押したい。これそもそも論外。まあここだよね。練習が終わった。実はね、こう撮影しながら別のノートパソコンで作ってるっていう。うわ、喉痛い。あんまり公式ツイッターとか見ててもねえ、やってもいいか。オーバーラピットかな。あ、まだ君と一緒に共に重ねる歌を、ビブラートする、僕が出せる君とこの空で飛ぶ夢を見て、信じて君と一緒に
シンクが完成しましたで、ニューシンクが帰りますって入れてるからね。ずっと期待してたんだけど。公式チャンネルが存在するんですね、ちょっと知らなかったな。何やろうか。下手だって。でいいか。最近韓国とかの人にねやたらフォローされるっていう。コンボできたからいいか。13か。まあいいか。はい、というわけで、今回はミューシンクのプレイステーション4、プレイステーションビータ版が発売するということで、今回は来ました。おめでとうございます。ぜひね、アンドロイド版とかね、まあ、日本でも販売してくれたら嬉しいなと思って嬉しいですよね。もしこの動画の方で見ていただけたらね、そちらの方もご検討お願いします。では次の動画でお会いしましょう。 See you next time。 またじゃあ。